小学校あるある。その6、小学校で夏場の授業中にたまにあったハプニングは、教室に鬼ヤンマが入ってきて授業が中断する。ただこのハプニングはエアコンがまだ少なくて授業中窓は全開にしてた。1990年代初頭までの出来事でした。